あなたの金塊を返せ。街は広い。誰かに聞くのは早いんじゃないですか。いや、あいつら敵中かもしれねえ。仲間を呼んでこい。 知らねえよ。本当だ。 探してるみてえだ。 あの腰抜け小僧どもが面白え。返り討ちにしてやろうぜ。 名もなく海賊と思われた。少し脅かしてみた。出てくる。 昼間の軟弱一味と全然違うじゃねえか。 昼間の奴らが来てるぞ。鎌倉十三士。
げえ連中で叩きのめしてやれ。教えなさい。町のどこかだ。それ以上は知らねえんだ。ビビらせやがって。確かに聞いたこともねえ一味だぜ。昼間のヘボ野郎どもだ。何も怖がることはねえ。鎌倉術装置そのまま眠りなさい。あんな手配書はったらに決まってんだ。鎌倉やっちまえ。そのまま眠りなさい。やっぱり強えぞ。ベラミーに報告だ。1億探してたのは1億。空島へ行く気だろう。島を出られると面倒だな。任せろ船長。奴らの船をぶっ壊しときゃどこにも行けねえ。何あいつ、変なのが船を狙ってるわ。
超チャンピオンなんだ。気持ちいいでしょ、チャンピオン。パビラ雪三刀流三尺本堂ガタだ。ウィッハッハッハ、奴らの船はこれだな。メリーゴがやべぞ。船長、俺一人じゃ手に負えねえぞ。仕方ねえ。戻れバージェス、打ち取るチャンスはまだいくらでもある。また会うことになる。今はそれどころじゃねえよ。ベラミーから金塊を奪い返さねえと。ハダガタナ。不明恩のばかり見物なんざもったいねえ。ちょい。つけてやるから来い。さあ来いよ。てめえみてえな腰抜けに何ができる。そのまま眠りなさい。お前に勝って金塊を取り戻す。俺に勝てるだと。その生意気な口が聞けねえようにしてやる。そのまま眠りなさい。はたがその程度が。それの全力味わえてえやつはいねえか。鎌倉十三士。そのまま眠りなさい。ここは守りきってやる。三刀流三尺本堂ガタだ。聞くがお前、パンチの打ち方を知ってんのか。一瞬で片付けてやるよ。スプリングホッパー。あのジジイもおめえらと同類だな。400年前の先祖の祠を信じ続ける生粋のバカ一族だ。何が黄金鏡、何が空島、夢見る時代は終わったんだ、海賊の恥さらしども。パンチの打ち方を知ってるかって。まだよ。
お前は5500万の大型ルーキーだぜ。やっぱり本物なんだ。ベラミーがやられた。